松潤さん、おはようございます。あ、この岩のね、動画、ゆうべかな見ましたよ。で、今、メールが送られてきて、改めて、ちょっとね、サムネイルを拝見してるんですけども、いや、こういうね、ちょっと変わった名所ってのが、どこにもありますよね。特にこの岩と岩が、すごい接地面が、すごくちっちゃい奇跡の、なんか形だなと思いますよね。いや、これはなかなか人の注目を集めるんじゃないですか。大いに誇るべき、ふるさとの名所じゃないかなと思います。まあ、その他にもね、松潤さん、いろいろと長崎の隠れスポット、隠れてないスポット、いろいろとね、ご紹介いただければ、きっと長崎に行こうとしている方のものすごくヒントになるんではないかなと思います。長崎観光案内みたいなことがね、今、東京からでもできちゃうというね、これは面白いんじゃないですか。実は私もね、自分の生まれ育った地名で検索するんですけども、結構 YouTube やってる方、地元にもいるんだなと思いましたね。ですんでね、これほどまで YouTube ってのが一般的になってきて、誰でも YouTuber みたいな形、そういう時代なんじゃないかなと思います。もちろんみんながみんな稼げてるわけではないと思いますけども、どんな再生数の少ない動画にもね、コメントが入る可能性があるんですよ。そして、善意にあふれたコメントならば、そこから新しい人間関係が生まれて、良い人間関係がね、生まれているところには、新しい人間関係も付け加えられると思いますんでね、ぜひね、松潤さんも今、やり取りされているコメントの方と爽やかにね、やり取りしていただいて、もっともっと多くの方に来ていただけるように、なるんじゃないかなと思いますね。いや、長崎、松潤散歩、潤散歩、いいんじゃないですか。続けていきましょう。ありがとうございました。